で今は雲辺寺という四国で一番標高の高いお寺に向かって走ってるんですけど、雪道です。雪道萌え。結構ね固まっちゃってんだよね下ね。だもんよ、塩化カルシウムとかビュンビュン巻きゃいいのにさと文句を言ってるんですけど、まあ、結構楽しんで走ってます。でもあと3キロ続くんだって。まあここ登ったらとりあえずこんな雪道じゃないと思うんで。でも上りはね俺経験あるんだけど、上りはまだいいのよ。下りが大変多分。雪道燃え燃えバカみたい。というわけで、はい、もう危ねえ。